マガネ一律家は、岡山県岡山市北区機密に現存する山陽道、西国街道の一律家である。国の史跡に指定されている。マガネ一律家江戸時代に、岡山藩より、庭瀬藩を経由して、朝尾藩伊勢に至る山陽道、西国街道の一律家として、当時の備中国庭瀬藩板倉里の道、街道上に設定された塚、家。の市町村合併を経たために、 場所の地名は幾度か変わっているが、位置は設置時より変わっていないとされている。現在も岡山市によって管理されている、街道上下原村の一里塚である。岡山城下から採業した際における二番目の塚で、あり、万世一里塚の次塚、新城はじめ里塚の前塚である。微中国の国境付近にいましており、岡山藩の在する微前国から微中国に入って、 最初に見ることのできる一里塚でもある。逆に、備中国から備前国に投降する際には、本塚に至れば、目の前が備前国であることを告知する国境上の一里塚にもなっている。また、同地と琴平宮を結ぶ往来街道である、コンピラ往来の北往来の通過点であり、起点設定書の一つとされている。ただし実際の街道分岐点は、 マガネ一律下より300メートルほど西にある、木別神社参道あるいは、塚より850メートル西に、ある板倉塾となっている。王子の木別松並木は、他ならぬ、木別神社の境内でもあったため、ここを、西洋道との分岐とすると、木別ンピラ往来が、単独の往来として分岐するのは、同社南西にある、区内鳥居の位置になる。 1928年3月24日、一律家としての形式をよく保ち当時の街道の名残を保持し得る、塚であるとして、国の史跡に指定された。もともとは、街道の北側に黒松、南側に榎ノの,の巨木が植わっていたとされているが、巡り合わせが悪く枯れてしまったために現在では、北側に松、南側に榎のキの若木を、それぞれ植え直して成長させている。 近隣は古来より西洋道の沿線地域及び鬼別神社の門前町として開けていたことから次来よりの個人商店などが多い地域となっている。ただし一律下から西に300メートルほどの地点となる鬼別神社の参道及び鬼別駅周辺は神社の鎮座地に近いこともあるため商店の姿は少なく小規模な畑や住宅地で構成されている性質な 地域になっている。前述の通り本塚は、備前国と備中国の国境近辺にあるが、この境を接する、木びと備前一宮の、両地域は同時に、両国の一宮である、木び神社と木び彦の神社をそれぞれに用している。また、備前国の木び彦の神社は、備中国の木び神社の分霊者としての性質を持ち、産経などに関しても両者は現在でも、 約2キロメートル足らずと保連絡30分ほどという近隣に今ますることも相まって歴史的にもほぼ一体的な例状、機微の中山として推計されていた。両者の近隣には多くの市場が開かれており、一律家近隣も如実にその影響を受けてにぎわったものとされている。板倉宿曲がね一律下より西に8 5 0ルほど山陽道を下った場所には、 同街道の板倉塾が存在した。往来設定当時の現地は前述の通り、鬼別神社の外周門前町かつ備前、備中の両木別彦の採取者参拝の中継点のような様相を呈しており、巡礼のための参拝客や、それを目的としてやってくる人々のための市場によって発展を遂げたと言われる。この付近においては、時代の流れを受けて、街道の雰囲気は、 多少薄れたものの、今でも、王子の門構えを残す家が散見されており、板倉宿跡を示す看板や、県老道路を見ることができる。マガネ一律下より西に 1.2km ほど、山陽道を下った場所に存在する、山陽道と松山往来及び、庭瀬半道の分岐交差点。現在の正式名称は、板倉交差点だが古来より、マガネ十字路と称される。 十字路という故障だが、国道180号に、岡山県道245号曲がね、木備線が接続した上で、山陽道旧道が、この接続点を貫く形をとっているため、実質的な合差路交差点となっている。さらに150メートル北には、国道180号に、岡山県道270号正音マキ金線が、接続される、鴨交差点が存在するため、 マガネ十字路は、岡山、総社の両市街地のみならず、庭西南及び、静音異性からも交通が集約する、結節点となっており、それを原因として、時折、交通渋滞を発生させることがある。それは、地元ラジオ局である山陽放送ラジオの道路、渋滞情報においても、板倉の交差点として、本交差点の渋滞情報が常設されているほどで、ある。 全て山陽道を基礎として重複する、往来街道である、本一律下の周囲に観光用の駐車場はないため、公共交通機関の利用が望ましいとされている。ありがとうございます。